いよいよ明日ですね。明日です。これから設営。設営、これから準備。今日は待ちに待った 3x3 マーベラス8開催です。高校生の熱戦が繰り広げられます。ちょっと天気が心配なんですけど、きっと晴れると思います。マウリー・エブリン選手も来られております。じゃあ今回このイベントにかける思いを教えてください。いやもう今回マーベラス8岡山進出ですよ。すごくないですか。すごい、ありがとうございます。もう第3回で早かったね。早かったね。いやでもね、今回のこのマーベラス8っていうのはもう自分のことをどんどん表現してほしいと、高校生たちにこの場所を作るためにずっとやってますから、もう岡山の高校生たちもね、もう全てをさらけ出して全部ここに置いてきてほしいなと思います。はい。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。桜学園高校です。今までの特徴は明るく元気なチームです。2試合慶応勝ちして名古屋行ってるで。おー、玉野光南高校です。私たちは一人一人違う強みの出せるチームになっています。最後まで全力でプレーし愛知に行けるように頑張ります。愛知行くぞ。おー、倉敷水晶高校です。私たちはドライブからのキックアウトの合わせが特徴的です。頑張るぞい。岡山学芸館高校です。僕たちのチームは中本の発生のランプです。アルミン。岡山工業高校です。チームの売りはスリーポイントや走ることです。頑張るぞ。玉野光南高校です。玉野光南高校はスリーポイントが打てる選手が多いので、しっかりスリーポイントを打って点差を広げていきたいです。せーの、スタート。高校生の皆さん、こうやってたくさんの人たちの前で、もちろん普段もっとたくさんの人の前でやってるかもしれない、でも自分を表現する、バスケットで自分を表現する最高の舞台が今ここに整ってます。何も出し惜しみすることはありません。全て出して最高の試合にして名古屋行きましょう。さあ、よろしくお願いします。さあ、先生は滝野高校、ドライブアタックで球の盗難決めてくる。おー、シュートは入らないけど、ナイスワンアッシュ。ヘイヘイヘイ、オッケー、ゴー。ふぅふぅふぅ、グラタン滝野決める。残り6秒、力強いプレーでリバウンド、カウント。この削り合い、これ勝った方名古屋に近づくよ。ナイスアタック、ナイスシュー。さあ、佐久洋高校ここで突き放しにかかるのか。こうやって自覚しちゃう。 OK OK、 残り数ポイント、勝者は作業高校。お疲れ様です。岡山市の問屋町でお店をやってるんですけども、岡山カレーってことで、桃のチャツネを使った、誰でも食べやすいようなお味のカレーになってますんで、はい、レトルトですね、店舗のオリジナル商品も作ってますんで、こういったものもおかけたらぜひご利用ください。今日は焼き鳥を売ってます。タレにこだわってまして、秘伝のタレメリー59という自社のタレを使ってます。こういろんなタレを混ぜて一番いい甘ダレの調合にしてます。はい、焼きそばで中に入ってるお肉が鹿児島名物カシワっていう鶏の親鶏のカレー粉でちょっと味をつけて、最後にソースで一緒に混ぜて味、下味がカレー粉。ラーメン屋です。ラーメン屋さん、はい。特徴的なのはどれですか？特徴的なのはやっぱりこの玉島ブラックマーラーメン、鶏白湯をベースにしていて、焦がしニンニク油とあと黒ごま、あとラー油が少し入ってます。一番人気ですか？ですね、店舗も倉敷の玉島あるんですけど、そちらでもこちらは大丈夫です。こ
ちらはフライドチキンとワッフルチキンです。なんか特徴ってあるんですか？ワッフルチキンがワッフルの上に特製のフライドチキンを乗せてメープルシロップをかけて食べてたんですけど、甘じょっぱい感じで、ぜひ食べたらハマります。霞町にお店がありますのでぜひ来てください。肉ぶっかけです。これはお肉がたくさんとちくわの磯辺天が2つ入ってます。自家製麺が美味しいです。なるほど、はい、食べたい方はどこに行けばいいですか？岡山の市内にある男うどんと、茂手町たぬきっていうお店があるのでぜひ食べに来てください。主はクレープのお店で、もう一言美味しいと言葉に出るクレープなので、ぜひ円カフェですけれども見かけたら食べてみてください。生地と生クリームが、はい、今であります。さあシュートも決めたいところ。もう攻める2点、フィジカル勝つの2点で、岡山工業がこっからどうするの？パワーを2点でやり続けるよ。もう高校生が熱すぎてもう泣きそうでしたよ、ずっと自分最後の最後までね、ボールを追いかけてね、で逆転のゲームもいっぱいあったじゃないですか。こんな試合岡山で見れるなんて最高じゃないですか。もうねえ、本当に明日からも頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。さあ、光輝選手、3x3 マーベラス8、優勝となりました。岡山からこの愛知で優勝した、この気持ちをお聞かせください。お願いします。岡山でも2戦、愛知でも2戦、そして岡山工業さんとは2戦やらせてもらって、とてもいい機会になったので、それを 5on5 の公式戦でも活かせるようにしっかり練習したいと思います。この後の目標を聞かせてください。お願いします。
まずは県大会を優勝して全国大会で一勝でも多く勝てるように頑張っていきたいと思っています。はい、ということで皆さんこの後も全国で盛り上げていきます。岡山学芸館高校でした。ありがとうございます。ありがとう、おめでとう。どうせやるなら楽しい方がいい、どうせやるならやっぱり勝ちたい、こんな2つの思いがですねこうミックスしたような最高の大会だったと思います。この高校生の成長を見守ってもらえると嬉しいです。本当にありがとうございました。これにてマーベラス8スレック3第3回終わりたいと思います。ありがとうございました。